に楽な国はないと。もうただただ何かしら喋ってれば、それだけでお金がもらえる。もうそして、白人男性ですから、もう女性はいくらでも寄ってくる、何でも買ってもらえる。ノンネイティブがネイティブとして働いている英会話学校は実際に存在します。結局一回も給料が払われなかったんですよ。全部未払いのまま、向こう側が払ってるっていうことになってたのに、結局家賃も払われていなかった実際ということで、いきなり追い出されてしまうわけです。いきなり家がなくなって違うところで英会話学校で働きてしまいました。さらにその別の英会話学校で始めることによって、さらなる闇を見ることになるわけですね。ほうだよ、始まりました、もりてつチャンネルです。今回はですね、悪徳英会話学校の闇ですね、話をしたいと思います。まあ知ってる人は知ってると思うんですが、まあ昔ですね、最大手の英会話学校が倒産した時の話っていうのがあるんですけども、その衝撃といえばものすごく大きかったんですが、そこが一体どういう風になってたのかっていうのをですね、ちょっと話したいと思います。当時そこで働いていた3人の先生ですねに話を聞いてき、ましたので、そこの話をしたいかなと思います。で、この3人は、同じ大学、アメリカの同じ大学にいて、そこから、それぞれちょっと卒業の時期がバラバラだったので、違った時期に、やってくるっていうことになるんですが、みんな同じその学校で働きます。で、アメリカの、卒業してから日本に来る人っていうのはやっぱり、アニメが好きな人が多かったんですよ、その当時。まあ今もだとは思うんですけども、すごく多くて、で、ジェットプログラムですね、ジェットっていう、いわゆる学校とかで働く人、その ALT として働くっていう人と、英会話学校で、とりあえず1年くらいバイトしてみようっていう風にする人が多いんですね。で、ジェットの場合はもちろん選ばれた人がね、いいんですけど、なかなかまあ、選考もあるので選ばれないっていう人がいるんです。で、ジェットプログラムをやってた人もその周り、その3人の周りにはいたそうですね。別の時期にやってきます。千葉、名古屋、東京にそれぞれ働くんですけど、で、この名古屋とか千葉の人はまだですね、そこの学校で働いて1年とか2年になるんですが、この最後にやってきた、東京にやってきた人が、一番まあ悲劇を被ってしまうっていうわけなんですけども、まずですね、なぜその最大手の学校を選んだのか、まあそもそもこの最後に来た人っていうのはもうやばいと、もうその英会話学校はやばいっていろんなところで言われてたわけですよ。もうやばいんじゃないの。でもそこを選んだわけですね。そこで働くことを選んだ。で、なんでなのかって言って、他の確かに英会話学校もあるんですが、一番選考が簡単だったんですよ。誰でもなれる。もうほとんどなんか書類シャシャッと書いて、出しゃそれでいいというですね、面接とかもほとんどないっていう、状況でした。だからとんでもない、英語の教えたことなんか当然ないですし、英語の授業は全くわからない、とにかくただただ喋ってればいいっていう、そういう大学卒業したばかりの、ネイティブスピーカーたちがいっぱい集まってしまったっていう、ね、そういう状況でもあったわけですよ。まあその中の、もうこの人の友達とかはすごかったって言ってましたね。もうアメリカから来て、こんなに楽な国はないと。もうただただ何かしら喋ってれば、それだけでお金がもらえる。もうそして、白人男性ですから、もう女性はいくらでも寄ってくる、何でも買ってもらえるし、食べるのにも困らない。で、さらにこう全部電車でお金を払わず乗ってたって言ってましたね。でも自動改札なんて、そんなの飛び越えりゃいいとか、閉まってもそのまま行きゃいいみたいなですね、そういう考え方の持ち主だったんですよ。で、まあすごいな、こういう人たちが普通に働いている状況だったわけです。で、そんな中、そのいよいよ潰れるっていう時になったわけですが、どうなったのかっていうわけですが、まずね、支給されるんですけど、住む場所が、与えられるんですね。で、そこで他の先生と、3人で住んでたんですよ。で、結局1回も給料が払われなかったんですよ。全部未払いのままです。未払いのままで、暮らしてたわけですね。大変ですよね。3人ともお金を、研修という形で同じ時期にやってきたんですが、3人とも1回も、給料は払われなかったって言ってました。で、いよいよ倒産するわけですね。給料払われないじゃないかって、先ほど紹介したこの千葉にいる先生と、2人、千葉と名古屋の先生も文句言って、お金が払われてないじゃないか、どういうことなんだ、給料がまだかとかって言っても、全然対応してくれない。
そういった状況で、不安が募るわけですよ。で最後に来たその東京に来た人は、ついに、家も追い出されてしまうんですよ。そう、家賃が滞納されてたんですよ。家賃払われてなかったわけです。だからその会社が用意した、場所なんで、そこでもう家賃は向こう側が払ってるっていう、ね、ことになってたのに、結局家賃も払われていなかった実際は、ということでいきなり追い出されてしまうわけです。いきなり家がなくなるっていう、ことが起こっちゃったわけですね。で一体どういうことが起こったかっていうと、まあ多くの人は、帰ることを選択しますね。当然ね、この会社も最悪だとかね、言って、出ていく。でさらにやっぱり日本が嫌いになったっていう人がすごく多かったんですよ。これで、こういったひどい会社がある、日本なんてもう最悪、日本が嫌いとか日本最悪みたいなんですね、言葉を残して、去っていった人も、いっぱいいます。で結局まあね、法的措置がいろいろと取られて、まあ知ってる人もいるんですけど、多少はあの日本に残った人にはその未払いだったものの一部が、国から出されたわけですけれども、この人たち帰った人たちには全くですね、お金は渡っていませんからね、というひどいことが起こった。まあね、ここの会社の社長たちはね、もう会社のねお偉いさんたちはものすごい甘い汁を吸ってすごいお金儲けてたって言ってますもんね。倒産の時ですら交流してたんじゃないかなんて言われてますが、 で結局その残った3人たちって、その僕が紹介した3人は別のところで働き始めますね。で違うところで英会話学校で働き始めるんですよ。でさらにその別の英会話学校で始めることによって、さらなる闇を見ることになるわけですね。でこのさらなる闇っていうのが一体何だったのかっていうと、もう一人この名古屋で働いている、人は、アジア人なんですよ。で台湾が出身なんですね、母親と父親が。なんで、台湾系なんですけど、まあものすごくそこでの差別が大きかったって言いますね。何人なのって聞かれることもすごく多かったし、さらには日本語は喋れるんでしょうとかって言われたりとかですね、本当は喋れるんでしょうって言って、いや英語しか喋れませんよみたいなこと言うと、あれそんなわけないでしょうとかって言われたり、もうとにかくこの人種差別に疲れたって言ってましたね。で最後の東京にいた人は、再就職するわけです。まあ再就職してもやっぱりビザ出してくれるところを見つけなきゃいけないんで、まあそれが大変なんですよ。パートタイムじゃなくてちゃんとフルタイムで見つけなきゃいけないんで、非常に苦労したんですけども、そこで、まあ、一応は、なんとか就職することができたんですね。で、ここでまた新たな闇を呼びるというか、ですね、こっち の, その名古屋の人がアジア人である見た目で、差別されたに対しのに対して、こっちはですね、逆ね、どういうことかって言ったら、白人、ね、英語ネイティブではない白人の人が普通に働いていると、まあ、某ヨーロッパの国、ね、の人が、ただただ働いてる、ね、で別にガンガンなまってるし結構間違えるけども、やっぱ日本人はただ白人という見た目だけで満足してくれるっていうので、やってたわけですね。イギリス人っていう体でやってたって言ってましたね。でそういうことはあるのか、ありますね、めちゃくちゃ今でもあると思います。ノンネイティブがネイティブとして働いている英会話学校は実際に存在します。はい、実際僕も一人会ったことがあるんですよ。フランス人の先生なんですけど、英語喋って、いやもうめちゃくちゃフランスアクセントですし、めちゃくちゃ間違います、文法もめちゃめちゃ間違いますけど、全然問題ないよ、イギリス人として全然働いてるよって言って、マジなのって言って、いや全然気づかないし、日本人なんて見た目が白人であればそれでもう、あこの人は英語を喋るんだって勘違いしてくれるから、何の問題もなくいけるんだって言ってましたからね、はっきりと。まあすごいなと思いましたね、英会話学校。まあまだまだ闇は英会話学校たくさんありますんでですね、ぜひぜひ何かしら情報がありましたらっていうのもなんですけどね、やっぱりまあね、お金重視ですからね、英会話学校っていうのはね、うん、本当に体験に来た人を返すなとかって言ってる命令とかね、出てたりしたそうですよ。そのさっき言った最大手のところは何としてでも、この入会させるまでは帰らせてはならないとか言ってですね、すごい命令が出てたとかって言われますけどね、はい、まあ塾業界でも似てるところは多少あるんでしょうね。やっぱりノルマっていうのがすごくあるっていう、ね、大変な業界だっていうことだと思うので、英会話商材ですね、英会話の教材の闇に関しての動画も出ておりますので、そちらもぜひぜひ見ていただければなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.